SDWINZのマサです。今回の、マウスピースはこちらになります。じゃーん、ピリンジャーというね、結構あのネットとかでもよく、見られる、マウスピース、北海道の、愛さんという方がレビューしてくれて結構送ってきてくださるんですね。愛さんありがとうございます。いつもこちら NY というモデルなんですけども、おそらく、ニューヨークメイヤーを意識して作られたのかなという感じです。ラウンドチェンバーといってこう丸くなってますね。テールとかもやっぱりメイヤー系統なのかなと思います。実際ニューヨークメイヤーとかメイヤーと比べてどうなのかっていうと、やっぱり全然自分は違う印象を受けるんですねアオットリンクであったりだとか、ガーデラー、ユコフであったりだとか、元祖のあのマウスピースってたくさんあると思うんですけれども、一緒だった試しがないというかね、やはりあのオリジナルはオリジナルにしかやっぱ出せないものがあるんだなと、今回のこのピリンジャーを吹いてみても思いました。ニューヨークメイヤーっていうのは結構ノイズの多いマウスピースです。枯れた音なんていうね、あの言い方されますけれども、輪郭がはっきりしていって、シャープでですね、反応も速くてっていうのがあのニューヨークメイヤーの特徴かなと思うんですが、こちらはそういった要素はあんまりなくてですね、あのノイズとかはほとんど出ない、反応もですね、ニューヨークメイヤーほどは速くない、別にあの悪くないんですよ。モコッとした感じがしますね。一枚こう薄い布をかぶったような、なんかそういったこうサウンド感というかね、近くで聞くとすごくいい音、日本人がこういう音好きなんじゃないかなみたいな、キン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 したくないとか、あのザラザラしたくないっていう方は、まあ結構こういうのはいいのかなと思います。パワーとかやっぱりそんなにないので、アコースティックな場面で、ご使用されることをおすすめします。高音が少しパンチがなかったりとか、物足りない感じがしました。ニューヨークメイヤーとね比べちゃうとそうなんでしょうけど、比較ではなくて、ね、単体で考えていくと、スタンダードなあのジャズとか、あまり音量の必要のないアコースティックな場面で、しっとりと演奏する、そんな時には、結構力になってくれるマウスピースかなと思いました。ということで今回はピリンジャーの NYA と書いてありますね、こちらのモデルを、試奏しました。またね。